田舎の住宅街住まいで、朝晩、犬の散歩をしてる。すれ違った人には挨拶してるけど、ある時、我が家の数軒先の A 家の旦那さんが、ちょうど車から降りたのと、視線があった。嫁同士がママ友で付き合いあるから、気軽に、こんばんはーと挨拶したら、なぜか異様にうろたえる A 旦那。態度がおかしいからなんだ?と思ってよく見たら、玄関のところの柱の後ろに、女の人が隠れてた。小さい子や動物のほのぼのネタで見るような、細い柱の後ろに立って、全身丸見え状態で全然隠れてないし。A 旦那と同じシャツ、近所の会社の制服着てる。A 妻は、うちの嫁とママ友で、二人目のお産のために里帰りしたと聞いてたし。誰がどう見ても、妻子の留守中に、職場の女を家に連れ込んでる状況。びっくりして、帰宅後、すぐ嫁に報告したら、とっくに、近所中の噂になってるけど、奥さん、お産で里帰り中が証拠つかむために泳がせてるから黙っとけと言われた。なんと、A 旦那、嫁が里帰りしたその日の夜から、同僚女を家に連れてきてるらしい。その後も、A 旦那が車で出かけてるのとすれ違ったけど、助手席に座ってる女は人に気づくと手のひらでパッと顔を隠す。姿を見られたくないなら後部座席に寝そべるとか方法がいろいろありそうなのに。助手席に堂々と制服姿で座って顔だけ隠しても無意味じゃないか?と他人事だけどもやもやした。結局、奥さんが証拠たっぷり集めて離婚したけど、後になってあちこちから流れてくる情報をまとめると、同じ車に乗って会社に来るから、車内でもとっくに有名だったし、会社と自宅の間のスーパーで二人で買い物してるのは目撃者多数。SNS でも不倫匂わせる投稿をたくさんして、同級生の間で噂になってたらしい。でも当の本人たちは、誰にも気づかれないようにこっそり行動してたのになぜバレたんだ?と本気で不思議がってたみたいで。よく言う、ラリルって言葉通り本当に脳みそがおかしくなるんだと衝撃だった。